中国ワルシャワ条約機構は、冷戦期の1955年、ワルシャワ条約に基づき、ソビエト社会主義共和国連邦を名詞とした東、ヨーロッパ諸国が結成した、軍事同盟。ポーランドのワルシャワにて設立されたために、ワルシャワの名を冠するが、本部は、ソ連のモスクワであった。友好協力相互援助条約機構が正式名。西ドイツの再軍備及び北。 大西洋条約を批准して北大西洋条約機構に加入した事態に対抗して作られたロシア語での略称はまたはと表す英語での略称は WTO または WPO ウォーパックなおワルシャワ条約機構の解散後に創設された同じ略称の世界貿易機構と混同されやすいためにトリーティーではなくパクトを用いた WPO の 略称が多く使われる。この同盟の第一の目的は NATO への対抗であった。この当時、アメリカ合衆国とソ連の間では、核開発競争が盛んであった。核ミサイルをアメリカはトルコに、ソ連はキューバに設置し、その照準を互いの国土に向けていた。こうした緊張によって、キューバ危機なども勃発した。当時のソ連はアメリカを脅威とみなしており、アメリカが、 西欧諸国に軍事的な支援を行うことに強く反発した。よって同じ力を保つために、ワルシャワ条約機構を作り上げた。集団的自衛権の行使を理由に、ハンガリー動乱やプラハの春に軍事介入するなどソ連の制限主権論を実行する役割を担った。民主化運動を牽制する目的もあったとされる、ソ連史上最大の軍事演習だったザーパド81。 にも参加した。なお、NATO では加盟国間での弾薬に互換性を持たせて、軍事活動を円滑化させる目的で弾薬の共通規格化が行われたが、ワルシャワ条約機構内では共通規格の制定が行われなかったものの、ソ連製の銃器や弾薬とそのライセンス生産品がデファクトスタンダードとなっていた。しかし、法規的な制定がないため、 チェコスロバキア製の VZ61 のような、ナトーカメ国製の銃器で使用されている弾薬を用いたものも公式に採用されていた。1989年の冷戦終結に伴って、東欧革命が始まり、1991年3月に軍事機構を廃止、7月1日に正式解散、12月にはソ連が崩壊した。青、北。 大西洋条約機構加盟国はかワルシャワ条約機構加盟国。ありがとうございます。